ジョナ、聞こえる？参ったわね。ダメね。ロナ、大丈夫か？ジョナ、私よ。ちょっと動けないけど、足が岩に挟まったの。助けを呼ぶ。ダメよ、トリニティが目の前にいるのに注意を引きたくない。今行く。ちょっと待ってて。出たわ。ジョナ、気をつけて。発掘現場の中は罠だらけよ。トリニティの仕業か。何かを守ってる。6週間経つのに、ここのトリニティのトップは手がかりをつかませない。でも街の人がメキシコの死者の日に VIP が来るって言って盛り上がっていた。名前はドミンゲス。調べてみよう。ジョナ、やったわ。今向かっている。もうすぐだ。待ってなくてごめんなさい。気をつけて。
マーラ。わあ、こいつはすごいな。調べた甲斐あって奴らの目的が分かったな。ええ、でも歓迎されていないようね。お父さんのメモに助けられた。ええ、さっきの通路が崩れた時にやられたんだな。傷を見てやろうか。いえ、大丈夫。これは一体何だ。星座だわ。この言葉は謎かけになってる。薄紅の魚。魚？銀の冠の山。日付があるけど何かおかしい。削られたように見えるわ、誰かの手で。なんでトリニティはこんな工作を。違う、これはもっと古いわ。でも誰が手を加えたのかしら。ララ、今すぐ逃げるんだ。ララ、ダメ、まだ終わってない。来るんだ。ほら、早く行くぞ。あなたがいなかったらまだ写真撮ってたかも。それはどうかな、ジョナ。なあ、出直してカフェで落ち合おう。ドミンゲスが来るはずだ。いいわね、私は謎かけを解く。日付が関係あるかも。そうだな、魚と冠の山、俺も調べる。あとそのカフェはきっと飯がうまい、うん、シェフは知ってる、うん、お腹空いてない。マジか、俺は腹ペコだ。クジラも丸ごと食える。いたぞ。ドミンゲス博士の情報は。いや、発掘現場を仕切っているようだ。父の日誌にも何度か出てきた植民地時代以前の遺跡のエキスパートよ。みんなベタ褒めしてる、うん、町の恩人だと。足はどうだ。ジョナ見て、謎かけ生き方よ。隠された都を求む者、岸辺を南に、薄紅の魚に会い。ああ、そいつが分かったんだ。アマゾンだけにいるピンクのイルカだよ。まだある。そして双子が語らう銀の冠の山に、蛇の心臓を追え。見て、蛇っていうのは星座の海蛇座のことだわ。この星が心臓ね。沈むのは南西よ。アマゾン川の南西ってことはブラジル？ペル。ペル、うん、遺跡のこの日付、ほらよく見ると手が加えられてる。この数字は一見マヤ数字の13だけど、本当は8だったとしたら。しかも再差運動で。え、ああ、再差運動、つまり地軸の向きが変わることにより地平線上に見える星の位置が少しずつ変わるの。おマヤ歴で言えばだいたい2000年分の再差だわ。蛇の心臓はこの頃真西に沈んでいたのよ。だからブラジルじゃなくてペルーなのか。トリニティは間違えた。その通り、銀の冠の山っていうのはペルーにあるんだわ。それから何か鍵のことが書いてある。トリニティは隠された都で何する気。博士、ありました。何、見せてみろ。今の聞いたか。追いましょう。おい、待った。ここはトリニティに見られている。周りに溶け込もう。トリニティの奴らは武装している。増援も呼んだらしい。接触しないようにするわ。怖
この前みたいなことは避けたいもの。あそこにいたとバレてるだろう。せっかくの休みが。ドミンゲスは？そう離れてはいないはずだ。中庭だろう。ええ、探そう。誰か何か知ってるはず。ようさん、調子がどうだ。手がかりは？いや、もっと探そう。ママのために灯そうかな。人混みってどうも苦手。嵐の先森や不滅隊の方がいいか。こっちがマシ。地元の人にすっかり馴染んだわね。ここはいい人ばっかりだ。ジョナ、彼はもういい。よし、誰も通すなよ。壁を越える方法があるはず。あいつらは任せる。どうも、調子はどうだ。なんだ、ここは通行禁止だぞ。ドクロのメイクをした女の子が集まるすごいパーティーがあるって聞いたんだが、何か知らないか？観光客はダメだ。いや、マリアに招待されたんだ。俺のいとこさ、知ってるか？実はばあさんがこの辺の出身で、いや、もう死んじまったんだけど、せっかくだからお供えでもって。いや、あんたたちかなり忙しそうだ。これ以上は迷惑だよな。仕事の邪魔だ。みんなの安全を守ってくれてありがとう。それじゃ。ジョナ、入ったわ。よし、さっきは門に警備がいなかった。ドミンゲスは何か感づいたな。ごめんなさい。失態の後でも誰一人あなたのリーダーシップを疑っていません。ジョナ、ドミンゲスはこの隊のリーダーじゃない。トリニティ全体のリーダーなのよ。注意していこう。ララ？ええ、聞こえてる。ごめんなさい。ジョナ、気づかれたかも。裏通りに行ってみる。俺は他の道を探す。ドクター、そんな女性そそんぐらいさ。みんなの安心のためだよ。これはありがたい。いただくよ。行こう。ドミンゲスがクロフトを確認しろと言っている。写真があるだろう。白人の女、20代前半だ。分かったか？それね。よし、見つけます。よし、そこには誰もいる。おい、fuera de mi oficina。 はい、 cierra la puerta al salir。
ていいんだ。遊んでおいで。現場のデータはこれまでと全く違います。次の段階への鍵だ。当たりなら準備は万全です。ジョナ、奴ら発掘現場に入った。柵もあるし、門には警備兵が。入る方法を探す。いい場所を見つけた。周囲を見張ってるよ。まだ何かある。マヤのピラミッドが洞窟の中にある。トリニティの仕事を？何が見つかったの？あいつらが何年も探してた神殿の入り口が今日やっと見つかったんだ。妹に警告しないとこっちに向かってるんだ。ジョナ、現地の考古学者がトリニティに命を狙われたの。なんだって？奴らの探し物を見つけないと。こちらローク司令官。全チーム、オペレーションブラックアウトの準備にかかれ。これは知ってる。イシチェル、満月の女神ね。あ、こっちは新月のチャクチェル。何か掘ってある。チャクチェル。鍵はその眼差しの向こうに。鍵、これだわ。入り口はきっとそこだわ。下に降りなきゃ。
ネス博士が下に向かっている。まずい、急がないと。やってやるわ。象は洞窟に向いてる。これだ、ジョナ。洞窟に入るわ。通信が途絶えるかも。了解。外のトリニティを見張っておくよ。この洞窟普段は水没してるのね。このモノリスに刻まれた言葉、風化がひどくて読めない。場所は何なの？ドミンゲスが探してる神殿を見つけなきゃ。
ジョナ、着いたわ。今は地下の神殿にいる。よし。まずいわね。ララ、今爆破して入る気だ。そのようね。こっちも揺れてる。ピラミッドがあるの、その頂上へ行くわ。いいわ。一番上まで行けそうな足場があるの。それを下に下ろす重しを探してるところ。通信が切れる。何かあったようだ。近くに行ってみる。
ジョナ。聞こえてる。ジョナ、壁画があるわ。箱の絵ね。読んでみる。イシチェルの銀の箱。隠された都にあるのはそれね。マヤの神話よ。この箱が神ククルカンを召喚すると。創造の神、奴らの狙いか。まだある。これは天変地異についてかしら。津波、嵐、地震に火山の噴火。随分な神様だな。ええ、マヤの信仰でククルカンは創造と破壊の神なの。うん、星座の海蛇座のようだけど、星の位置がおかしいわ。ジョナ、探検を見つけたわ。言葉が刻まれてる。イシュチェルの心臓の鍵で錠剤が始まる。これはトリニティには渡せない。じっくり考えよう。ララ、トリニティがそっちに向かった。